次の日だね。学校から開始。よし。いね、誰も。あ、なんか散策してクエストがないか見ていくか。クエスト。いないか、クエスト。大丈夫？大丈夫君？大丈夫？なんかすごい挙動してたけど。学食。でもなんか、実際にあったらうまそうなものが多いかな。カツカレー。あ、いいね、カツカレー。ラーメンかな？おー、すげえ。渋いのもあるね。ご飯と汁逆じゃないって思うんだけど。俺だけかな。あ、海鮮丼？すげえな。なんか、あれ？かぶってないか？なんか同じメニュー2つない。で、ラーメンね。いや、真面目にうまそう。なんかいるね。なんか書いてるね。スープはゴミ箱に入れない。いるやついるよね。うん。あなたが今日ここに来ることは知っていました。しかし今は話をするべき時期ではありません。じゃあ立ち去ります。すぐに。さよなら。二度と話すことはないでしょう。なんか落ちる100円玉。これは届けよう。交番。ああ、ここに一瞬でワープしたぞ。どうも。ご機嫌。うっ、何も言われない。次やったら容赦しないからなとか言われなかった。いやー、いい警官だな、ここにいる人たちは。このチャリはもらってきます。いいの。あ、いいんじゃん。お前は、まさかお前は、しげじ、よ。よう、転校生。ちょうどいいところに来たな。なんか嫌な予感がする。ごめん、間違えた。じゃね。待てよ。木村拓也、どうしたの？実は、ちょっと頼みたいことがあるんだよ。いいよな。ダチだろ、俺たち。二日目でそれか。走られるな。しょうがないな。とりあえず話だけは聞くよ。お、いいじゃん、いいじゃん。さすが転校生。話がわかるぜ。ノーと言えない日本人。まだ引き受けたわけじゃないんだけど。オッケー、オッケー、わかってるって。皆まで言うな。で、頼みってのはな。好感度がぐんぐん上がるこいつ。封筒を担任の鈴木に届けてほしいんだ。その封筒何が入ってるの？いや、それはまああれだ。なんでもいいじゃん。別にやましいものじゃないし。今日中に提出しなきゃいけないんだよ。自分で持ってけよ。それくらい自分で届ければいいのに。それがちょっとやぼようでさ。やぼよ？すぐ行かなきゃいけないんだよ。だから頼む。やぼようね。まあそのくらいなら別にいいけど。よっしゃ。じゃあよろしくな。礼は後で考えとくからよ。100万円で。後で考えておくってしょうがない。鈴木先生を授かそう。鈴木。鈴木先生なら普通に職員室にいるんじゃないの？職員室ってどっちだ？なんかね、こっち側のあの塔が教室なんだよね。下から1、2、3年生なんだけど、でこっち側が上とか部室がある方なんだよね。多分こっち側でしょ。あるじゃねえか職員室。いるじゃねえか鈴木。すぐだろこんなん。先生。ああ、君か。どうしたんだい？なんか久々に会話する気がするな、こいつ。鈴木裕次郎。これ、津崎くんから先生に渡すようにって頼まれたんですけど。津崎から？ああ、そういうことか。あいつ、なんで自分で届けに来ないんだ？後で説教してやらないとな。悪かったね。わざわざ届けてもらって。いえ、別にいいんです。それじゃあ僕はこれで失礼します。ありがとう。箱にワンワン言えよ、お前。評判上がった。いいね。これでどんどん評判上げてこう。幸せなハッピーエンドを目指すぞ。
幸せなハッピーエンドって意味かぶってるけどね。じゃあ髪切りに行こうかな。ちょっとね、頭がね熱いんだよね、伸びすぎちゃってさ。ちょっと散髪行こう。散髪確か床屋この辺にあったね。いえ、よいしょ。どうも、こんにちは。はいはい、いらっしゃい。あ、ああ、夢校の生徒さんだね。見ない顔だけど、今年入った子かな？いえ、2年なんですけど、この間転入してきたばかりなので、なんか話しやすいご主人だな。そうかそうか。ごめんね、1年だなって言っちゃって。いえ、いいんです。さ、こっちへどうぞ。まあ多分すぐできるよ。ああ、いろんな学生が利用してるんだろうな。お願いします。はい、お願いします。初めてのお客さんにはお任せカット無料サービスがあるんだけど、どうする？無料ってただってことですか？もちろん。へえー、じゃあそれでお願いします。はいはい、お任せ1名様入りました。お任せでどんな髪型になるんだろう。ワクワク。はい、エッジ上がり。どうだい、こんなもんで。いいですね、気に入りました。見せて。そうかいそうかい、それは何より。これからもご贔屓に頼むよ。なんで交換だ。うん、はい、そうそう、こちらこそ。ところで君、名前は？箱庭忠則です。僕は一応ここの主人のババと言います。ババ、今後ともよろしくね。よろしくお願いします、ババさん。それじゃあまた、ありがとうございました。どんな頭変わった？これ変わったか。ちょっとこの髪型気に入れなかったので、ちょっともう一回床屋のおっちゃんに切ってもらおう。迷惑な止め方。はいはい、えら、今日はど、それも髪を変えます。どんな髪型にしようか。あったら、さらば青春的な晩春の髪型。ババ理髪店の無駄に高い技術力の結晶。いいですね。これにしましょう。はいはい、了解。これでよしと。ありがとうございました。よし、これでこそ俺だ。うん、いいね、これでいこう。漏れる漏れる、やばい、漏れそう、やばい、もう漏れる。よいしょ、やばい、漏れる漏れる。お腹押さえてるみたいになって。これアウトじゃないの？嗅ぐな。嗅ぐな、お前、自分で出したやつを嗅ぐな。だからなんだお前。あ、コウスケじゃん。よ、ないない、大阪どこだ、どこに行った？ブッチャーってフチヤって名前だから、ブッチャーね。もしかして何か探し物？俺のアイリタンが。アイリタン？え、アイリタンって何？なんでもない、あっち行け。どうしたんだよコウスケ、そんな気を立てなくてもいいぞ。教えてよ。あ、じゃないな、力になるよかな。俺でよかったら力になるよ。そういえば君は確か同じクラスの。よくわかったね、このヘアスタイルで。一日前とだいぶ変わってるけど。箱庭だよ。君は淵也くんだったよね。うん、そっか、同じクラスか。困ってるなら手を貸すから遠慮なく言ってよ。そう悪いね。実は俺の大事なアイリタンのキラカードをなくしちゃったみたいなんだ。今朝らら学校に来る前は確かにあったから、誰かが持っていかない限りはまだこの島のどこかにあるはずなんだ。この島のどこか、広いぞお前。この島って結構広いな。そうだけど俺が移動した場所は限られてるし、とりあえずそこを中心に探してるんだけど。まだ見つからないんだね。わかった、じゃあ手分けして探そうよ。いいのかい？気にしなくていいよ、一応クラスメイトなんだからさ。悪いね。それじゃあ君は駅までの道を頼むよ。俺は学校の方を探してみるから。うん、任せて。
じゃあ後でまた合流しよう。うん。クエスト開始。広いなぁ。でもこれ近くに行かないと光らないんだよね。チャリンコで行くと、見逃す恐れがあるからちょっと徒歩で行こう。どこだどこだ。ないぞ。え、本当にある？これ。ん？なんか光った。あ、これだ。見つけた。多分これだ。これは、キャラクターのことは知らないけど、キラキラ光ってるから、これじゃないかな。フチヤ君に届けてあげよう。よし、見つけた。よかった。ああ。コウスケあったよ。コウスケって呼んじゃってるけど、普通に。フチヤ君、君が探してたカードってもしかしてこれの。ありがとう、アイターン。すげえな。キャラ変わったな、お前。え？行っちゃったよ。嬉しすぎて舞い上がっちゃったのかな。すげえな。キャラ濃いんだな、クラスメイトって。なんだ？トイレに来ただけなんですけど。誰かいないか？ん？なんだ？誰かいたら返事してくれ。どうかしましたか？助かった。悪いんだけど紙がないんだ。絶望的状況。トイレットペーパーを取ってくれないか？トイレットペーパー？トイレットペーパーですか？その辺に替えのものがあると思うんだが。いえ、見当たりません。え、マジで？頑張ってください。じゃあどっか他のトイレから探してもらってくれないか。頼むよ。めんどくせえ。すみません。あ、危ない危ない。わかりました。すぐ取ってきますから待っててください。ありがたい。どこの誰かは知らないが頼むよ。そう、めんどくせえ。とりあえず下のトイレから回ってきゃいいだろう。すぐ下のトイレにあるかな。まああるよね。ん？これか。簡単。いいね。このくらいの簡単なクエストなら全然こなせるわ。ちょっと、あれ？間違えた。あ、危ない危ない危ない。なんか体が引き寄せられちゃった。ふう。お待たせしました。持ってきてくれたか？はい。上から渡しますね。頼む。流すな。あ、助かったよ。あれ？コウスケ？ありがとう。違うな。いえ、困ったときはお互い様です。そうか、すまんな。俺は 3A の足軽修二。先輩？足軽か。なんかすごい、なんか400年前すごい大名かなって名前だよね。なんかすごい大名っぽい名前だよね、足軽なのに。 2B の箱には忠則です。そうか、この借りはいつか返せよ。それじゃあな。やった、紙がない。評判アップだ。あ、図書室ではお静かに。一斉に帰るね。おい、ぬるっと帰る。あら、なんかメール来てる。なんだろう。あ、シゲからか。オス転校生シゲだよ。例の封筒を鈴木に届けてくれてありがとな。やぼよでバタバタしてたからマジで助かったよ。じゃあまた学校でな。いや、いいね。まあこういう学生生活が送りたかったんだよ。ということでね、また次回以降。ん？あ、今のは返信なかったね。まあ、読むだけのパターンと返信するバージョンがあるけど。まあ、次回以降もね、こうやってやっていくので、ご視聴よろしくお願いいたします。では、また。バイバイ。
髪型を変えましょう。いいね。通りすがりのおっちゃんになっちゃうけど。今度新しいメニューを作ろうと思ってるんだけど、なかなかいいレシピが思いつかなくてね。じゃあ私がちょっと調べてみますよ。学食の新メニュー聞いて回ってるんですけど、学食の新メニューちょっと止まってくれませんか。打ち上げられたハゲじゃん。